します。2020年に立ち上がって、こんな状況の中なのでなかなかお祭りにも恵まれずですね、当然去年もこの日立の国を誘い出るつもりで、練習をしてきたんですけども、残念ながら中止ということになりました。3年ぶりの開催ということで、特にこの祭りの開催に携わってくださっている稲田様と、そして大御殿の皆さんと、交流がございまして、よく来てくれたとすごく言っていただいてね、ぐっと来る場がありました。この町に初めて参りましたけど、また戻ってくる町になったなと思いますので、帰りはですね、シャンボとね、アユでも楽しんで、帰ろうかなと思っております。どうぞ、東京の作品ですけれども、片肘張らず最後まで楽しんでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.